グリーンな栽培体系の転換サポート事業、実施地区のうち、今回は岐阜県大野町から柿に関する技術について、紹介します岐阜県大野町の柿産地は、生産者数が357個栽培面積が122ヘクタールで、柿の資産圏の中でも大きな産地となっております。 環境負荷低減の取り組みについては抗心攪乱剤の活用による防除体系そして環境モニタリング装置の活用についてご紹介します。ハマキム虫類やヒメコスカシバを対象に性フェロモン剤のハマキコ根スカシバ根を設置し 設置しししてないなと比較をしましたフェロモントラップによる、えー、モニタリング調査では設置しなかった補助と比較して、えー、対象害虫の有殺数も少なく、えー、更新かく乱効果が確認できました環境モニタリング装置を令和4年から大野町3か所に、えー、土質の違いにより設置し 果実品質や病害発生などとの関係を調査しました令和4年調査では土壌水分量と降水量の関係から下手す先化の発生状況また、えー、日照量との関係から、えー、色ムラ下の発生状況との因果関係があるのではと推測されました。 環境データを参考に柿の木や果実の成功を観察することで栽培の改善へ生かしていければと思います経営面積は2ヘクタールで主な栽培品種は冬早瀬冬西村早瀬そして霊魚具です。フェロモン材を設置することで、 対象害虫へのの農薬散布回数の削減につながっておりますハマキムシ類のフェロモン剤は4月上旬スカシバのフェロモン剤は5月上旬と対象害虫の初発生の時期に合わせて設置いたします。 環境モニタリングの結果で、適期な換水ができ、機能ストレスなく、良質な果実生産に結びついております。今回はフェロモン剤と環境モニタリングについて、取り組みを紹介しました。